今回はですね、メダカの張り子のですね、育て方、日々のね、お世話の方法、管理方法なんかをね、紹介していきたいと思います。まあ、初心者さんでもね、簡単にこのメダカの張り子を、うまく育てる方法、どうしてもね、張り子がね、うまく育たないよっていう方やね、張り子いっぱい生まれたんだけど、どうやって育てていいかわかんないよっていう方向けのね、初心者向けの動画になります。まあ、過去の動画でもですね、ある程度ね、解説してきたんですけど、今回はですね、まあより詳しく、まあ過去の動画とね、ちょっと重複するところもあるかもしれないですけど、まあ過去の動画は、まあ採卵の方法とか、ゾウリムシ、餌の発生方法、やり方みたいなのを紹介してたので、今回はですね、日々のお手入れとか、どんな風に管理すればいいか、まあちょうど今5月とか、まあ春から夏にかけての管理方法なんかをね、詳しく解説していきたいと思いますので、メダカ初心者の方とかね、ぜひ動画最後まで見ていただければね、張り子をうまく育てられると思いますので、ぜひぜひ動画最後までご視聴ください。まずね、メダカの張り子でうまくいかない、失敗してしまうっていう原因は大きく分けて、まあ、大体2つあると思うんですけど、まあ、1つ目に水質の悪化、2つ目に餓死、その2つがね一番大きな原因だと思います。なので今回はまあその辺とかですねを詳しく解説していきたいと思います。まあ、まず第一ね、水質悪化なんですけど、まあ、メダカのね張り子程度がまあめちゃめちゃね水汚すってわけではないので、どちらかというとですね、残り餌とか、あとはこの水量がね少ないとですね、どうしても水がね悪くなってしまいます。まあ、今映ってますこのタッパーとかはね、結構ねやっぱ水量が少ないと水質が安定しないので難しいので、今映ってた100均の10リットルバケツやこっちの NV ボックスですね、こっちの NV13 とかなので、大体自分的には先ほどの10リットルバケツとかこの NV13、まあ、これも10リットルのバケツなんですけど、最低でもね10リットル以上ですね、10リットル以上あると、管理がねしやすいと思います。タッパーとかだとどうしてもね水量が少ないので、水量が少ないとですね、水質がすぐ悪くなったり安定しなくなったり、水温も結構ばらけたりするので、張り子のね飼育にはね不向きなので、こういうタッパーとかで育てるよりはこっちの10リットルバケツ NV ボックスで、たくさんね水量を確保して育ててあげる方が、まあ、水質悪化も防げますし、やっぱね容器が広い方がメダカのね生育もいいですので、できるだけね広めの容器で育ててあげましょう。最低でもこんな感じで10リットルバケツですね。まああと匹数にもよるんですけどね、あんま高密度だとどうしてもねだんだん数減ってきてしまいますので、まあ、10リットルバケツである程度の量がね、いいと思います。まあそれも何匹ぐらいがいいかって言われるとちょっとあれなんですけど、いっぱいいすぎるのも良くないです。なんで水質悪化はできるだけ大きな容器の管理で、防ぎましょうっていう感じですね。であとこちら映ってます、次餓死ですね。餓死を防ぐにはやっぱりですね餌なんですよね。で我が家はですね、多分前の動画でも紹介したんですけど、このゾウリムシをですね使ってますね。でこのゾウリムシの利点はですね、まあそうですね、全体に行き渡るんですよね。これめちゃめちゃ、これわかるかな、見えるかわかんないですけど、めちゃめちゃね細かいゾウリムシがね大量にいますので、これをねバケツ全体にばらまきますので、張り子全体に行き渡るんですね。よくね粉餌だけだとどうしてもこう水面に広がるだけで、そこの方にいる子は食べられなかったり、まあ水面に広がってもですね結構粒が大きすぎたりして張り子が食べれなかったりしますので、ゾウリムシだったらめちゃめちゃ小さいですし、これちょっと今からやるんですけど、本当もう全体に行き渡るので、そこの方にいる子も上の方にいる子ももう全体にね行き渡るので、ゾウリムシがねかなりおすすめです。まあ、このゾウリムシのね培養方法とかはですね、過去の動画で、ちょっと前の動画でアップしてますので、気になる方はねぜひそちら見てください。こんな感じで、セリアのねスポイトですね。これはこのねセリアのバケツにこのセリアのスポイトで、まあ、10リットルだったらこのスポイト1杯分ぐらい、入れちゃいますね。まあ、これを我が家では朝と昼間2回与えてます。まあ、無理な方はね朝1回だけでもいいと思います。まあ、孵化後2週間か3 2週間ぐらいはねもうこのゾウリムシだけです。で2週間以上経ってきたらこんな感じで粉餌ですね。これもう100均で売ってます、粉餌を与えてます。でこんな感じでなんか穴があるんで、こう穴をちょっとだけね開けるようにして調整すると、あんま大量に出ずにちょっとだけ出ます。でこんなちょっとだけ出るのを全体に振りかけるだけです。これちょっと多いですね、もう3振りぐらいでいいですね。で3振りぐらいしてあげるだけで、まあ、張り子ねほとんど食わないですからね、3振りぐらいするだけでいいです。なんで、2週間ぐらいは
スポイトオンリー、まあ我が家はですけどね。で2週間以上経ったらゾウリムシプラスこの粉餌みたいな感じでやってます。なのでゾウリムシがね入手できない方は、まあ生存率は多少落ちるかもしれないですけど、この粉餌ですね、先ほどみたいに穴をちょびっとにして2振り3振りぐらい、朝1回できれば朝昼2回ぐらいやるようにしていただければですね、まあある程度は育ちます。まあゾウリムシがあった方が、多分ね育ちはいいと思いますが、まあ粉餌のね与え方としてはあんな感じですね。で粉餌はですね、これ我が家は今年はねライズの1号を使ってます。まあこれはね市販の粉餌でもいいと思います。張り子用の餌みたいなのねホームセンター等でも売ってますので、それをね使ってください。まあポイントはね上げすぎないってことですね。そしてね可能だったらやっぱりね複数回に分けて与える方がいいですね。例えば朝昼とか、そうですね、あんま今の時期夕方とかはやんない方がいいと思いますけど、まあ朝仕事、そう仕事がある方はねなかなか厳しいと思うので、土日とかはね朝と、昼間お昼ぐらいとかお昼過ぎぐらいにね2回与えてやるとかのね方が、いいと思います。そしてねあと水質悪化と餌どちらにも共通なのがこんな感じでですね、水生植物をね一緒に入れといてあげるといいと思います。まあ、我が家ではこんな感じで1バケツにだいたい1水蓮とか1水生植物入ってますね。今の水蓮が入ってますし、白鷺かやつりがこっちは入ってますね。まあ、これを入れとくことによってですね、植物のですね水質浄化作用プラス、まあ、ウィローモスとかああいう苔が生えてるところには微生物が結構いますので、その微生物がメダカのね非常食になりますので、まあその辺もですね、いい点がありますので、まあ初心者の方はですねこう何もないでめちゃめちゃ綺麗な透明な水で、まあ、水質悪化を防いでメダカを飼うっていうよりはですね、ちょっとねこのぐらいの小汚いですね、まあ、水生植物とかね水草を入れてやってこの小汚い水で飼ってあげる方がですね、まあ、メダカの張り子は育ちますよ多分。どっちかというとまあこの小汚い水にですね、いろんな微生物もいますしバクテリアもいるので、まあ、見た目が汚くてもね実際は水そんな汚くないんですよね。実はね結構綺麗な、パターンがありますので、ちょっとね小汚いぐらいの方が多分ねメダカの張り子、よく育つと思いますので、そこがねポイントですかね。なんで水生植物とか水草をですね一緒に育ててあげるっていうのが、自分的にはね、いいと思います。まあ、あとはですね、まあ、こんな感じの小汚いですけどね、これこういうのが逆にね、いいんですよこのぐらいね小汚いぐらいの方がいいですね。あとはですね、まあ、今の時期だったらできるだけね日当たりのいいとこですね、太陽光がよく当たるとこで、育ててあげる方が、いいです。だからね結構太陽光好きなのと、あとビタミンをね太陽光に当たることによって作れますので、日陰よりは日当たりのいいとこ、まあ日当たりが良ければ水温も高くなるので、できるだけね、生まれて2週間ぐらいの張り子の時期がですね一番、生存率が、悪いですので、早くね大きくしてあげればね、安全圏に行きますので、水温が高い方がねやっぱり成長もね早いですので、水温を上げてたっぷり光を当てて早くねメダカを大きくしてあげる。さらにねこの大きい容器の方がですね、早く大きくなりますので、広めの容器で育ててあげるってことが重要ですね。あと聞かれるのがですね水替えですね。水替えはですね基本ね我が家はしません。張り子のうちは全くしません。稚魚ぐらいになっても気が向いたらしますぐらいな感じで、特別ね、水草入れてあれば水替えしなくても大丈夫ですし、張り子の間はですね逆に水質のね急変とかにも弱いですので、下手にね水替えはしなくていいと思います。あとよく聞かれたのがゾウリムシなんですけど、こして与えますかって聞かれたんですけど、こしてないです。先ほどの、自分多分前の動画で紹介したんですけど、粉の、ま、お茶で沸かしてるんですけど、先ほどの瓶にですね、上澄み液、まあ粉なんで下にね沈殿してくるんですよ。なんでこうペットボトルで下に沈殿したのはそのままで、ペットボトルを先ほどの瓶に傾けてって上澄み液だけ取って最後残った沈殿物を捨てるっていう感じですね。なので特別こしたりはしてません。上澄み液だけ、綺麗な上澄み液だけを取って、与えてます。でこれがですね産卵床に使っているウィローモスですね。まあ、このウィローモスがあればですね産卵床にもなるし、まあ張り子が生まれたらそのまま入れとけば、まあ、水質浄化、プラス微生物の発生源、元から微生物いっぱいついているのでメダカの張り子の餌にもなるので、自分的にはね、ウィローモスをおすすめしてます。なのでまあ日々の管理としてはそんな感じですかね。なんでできるだけ広い容器で日当たりのいいところに置いて、水草や水生植物を一緒に育てて、餌はゾウリムシを、
朝昼与える、無理な方は朝だけ与えて土日は朝と昼を与える。まあゾウリムシが手に入らない方は粉餌をごく少量、朝与える、休みの日はごく少量朝とお昼ぐらいに、2回与えるぐらいな感じで、あとは水替えをしない、それで大丈夫です、できますまあそんな感じですかね、管理方法とか育て方的なので言うと。このバケツでもね、そんな管理でしていくと、まあ結構ね大人になりますよそんなね、まあ、大量に全部が全部っていうのはね無理かもしれないですが、ある程度ね大人になります。でこれがですね、ちょっと量が多いので、これぐらいだとね多くてどうしてもね数が減ってきてしまうんですよ。張り子がですね多すぎるとだんだんねどんどん目減りしてってしまうので、あんまり多い時はですね、これをちょっとね広い容器とかにね移してあげるのがいいと思います。なので初心者の方でですね、こうなんて言いますかね、まあいろんな動画あると思うんですけど、神経質にですね、まあタッパーとかでめちゃめちゃ綺麗な水で育てて、なんて言いますかね、まあ、微生物がないような状況でメダカの張り子育てて、水替えもしょっちゅうして、クリアな水で育てて死んじゃうとかがね、結構あると思います。まあそういうのよりはね、こんな感じで適当管理の方がですね、屋外で放置で水生植物を育てる方が、まあ、微生物とかもねいっぱい発生してですね、簡単に育てられると思います。でこんな感じで張り子がね大量に返ってしまった場合は、もう水ごとですね、取ってですね、水合わせをして広い容器に移してあげることによって、これもね生存率が上がります。本当に大量にいるとですね、初め大量にいたのに気づいたら、あれこんなちょっとになっちゃったみたいなことないですか。まあ、そういう場合はですね、ちょっとね過密すぎる場合がありますので、そしたらまあ孵化した直後はあれなんですけど、まあある程度過密の状態で大丈夫なんですけど、1週間ぐらいしたらこんな感じで半分ずつに分けてあげるとかがいいと思います。そうするとですね、まあ1個は全滅してもこっちが生き残るみたいなね、分散にもなりますので、たくさん帰りすぎちゃった場合は、分散してあげるか広い容器に移すみたいな感じのことをしてあげた方がいいと思います。まあ、これぐらいねちっちゃいとやっぱ網ですくったりするとダメージを受けてしまうので、さっきみたいに水ごと何かですくって広い容器に移してあげるみたいな感じの方がいいですね。こんな感じで大きさのね結構ね差が出てきてしまうので、本当はですねこの大小でね分けてあげた方がいいんですけど、まあ我が家はめんどくさいのでいつもあんましてません。まあ、今度その辺もね詳しく解説しようと思いますので、まあ、今回はですねあくまでも簡単なね育て方、日々の管理方法なんかを紹介していきます。もうちょっと育ってきたらですね、これ大きさ別に分けたり、もっとね広い容器にどんどん移してあげた方が圧倒的にね、やっぱ広い容器の方が育ちが早いですので、その辺はね、広い容器で育てるのをねおすすめします。こんな感じで、オーバーフロー対策もしてあげてください。こんな感じでやっとくとね、水が増えるとですねどんどんね、勝手に毛細管現象で減ってきますので、雨などにね大量に降った時に流されないです。使用しているのは観賞魚用のウールマットを切ってですね洗濯バサミで留めてます。雨がね大量に降ると流されちゃう場合がありますので、まあ、あの毛細管現象を使って多くね水が大量に増えたらオーバーフローするように、しています。まあ、我が家の日々のね張り子の管理方法としてはそんな感じですかね。まあ、またね分かんないこと等あればお気軽にね、コメント欄で、ご質問ください。まあこんな感じで我が家はね適当ですが、ある程度は大人になってくれます。こんな感じでね張り子たちも今んとこね順調に育ってます。本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本当皆さんいつもコメントやグッドボタンありがとうございます。晴れてね、1万人もね、チャンネル登録者数いけましたのは本当ね、皆さんの日々の応援のおかげです。またね、ヤフオクで水生植物等もね、スイレンも販売してますので、気になる方はね、ぜひぜひヤフオク数のメダカスイレンビオトープで検索してみてください。ハリコ飼育のね、お供にぴったりなね、水草とか、あの10リットルバケツでしたらヘルボラとかね、ちょうど姫スイレンもね、育てられますので、スイレンを楽しみつつ、ハリコもね楽しみつつ、できますので、姫スイレンヘルボラ絶賛出品中ですので、ぜひぜひ、見てください。ではまた。